モンスターニュース速報。新シリーズはダブル主人公。今日は主人公2人とパートナーポケモンを紹介。ポケモンマスターを夢見る少年サトシ、ある出会いがきっかけでポケモンバトル最強を目指すことになる。パートナーはもちろんピカチュウ。サトシと共に白熱のバトルを繰り広げていく。もう一人の主人公は全てのポケモンゲットを目指すゴー。最大の目標は幼い頃に出会ったミュウを捕まえること。パートナーは新ポケモンヒバニー。強烈なキックが最大の武器だ。そんな二人が冒険するのはこれまでに登場してきた全ての地方。どんなポケモンたちとの出会いが待っているのか。